はい、おはようございます。今日から復活していきたいと思いますのでよろしくお願いします。ちょっと前の動画から結構状況変わりまして、今ちょっと職場が変わったんですよ。今徒歩で通える距離になりまして、今職場に向かっておりますということで、今日も一日頑張っていきたいと思いますのでお願いします。はい、今帰ってます。実はですね、来月12月4日埼玉でパワーリフティングの大会あって、ちょっとそれを今調整のメニューやってて、今毎日ベンチプレスやってて、でやらない日はスクワットデッドみたいな感じでやってるんで、結構体きついんですよね。はい、まあちょっと今回あんま練習できてないんですけど、結構調子いいんで次の大会結構期待できるかなって思います。とりあえず帰ります。どうだ、筋トレしていきます。今日はスクワットですね。頑張ります。試合前なんでやりすぎない程度に頑張ってます。まあこれちょっと収録で今続けてるんですよね。ちょっと毎日追い込みすぎない程度にやってます。とりあえずお腹空いたんで早く帰りたいと思います。
何作ってるんですか。これうまそう。この画角がうまそう。はい、終わりました。今日はちょっと軽めにやってきました。ちょっと最近もう収録で30セットぐらい毎日やってるんで、ちょっと体きついんで今日はほどほどにしておきました。とりあえず帰ります。パイリアかも。動きいいね。いやーもう寒いっすね、マジで。いよいよ冬が来たって感じです。それで今週ラスト頑張っていきます。疲れましたけど、これからトレーニング頑張っていきます。終わりました。ちょっとマジで今週5でベンチプレスやってるんですけど、マジで体がきつい。めっちゃ肩が痛いっすね、ほんと。ちょっとゆっくり休んで明日も取りに行くよね。はい、今日はですね、ちょっと妻が実家に帰っちゃってですね、飯作ってくれる人がいないんで、今日は改便にしました。いただきます。
はい、一応今週も終わりということで、ちょっと久しぶりに動画、ルーティン動画だったんですけど、どうだったでしょうか。多分なんか自分でも撮っててなんか、あ、やべえ、撮り忘れてた、撮んないとみたいな感じがずっと続いてて、ちょっとですね、まあ、今回の動画淡々としてたかなっていうふうに思います。はい、まあ、ちょっとずつまた慣れてきたらいい感じに撮れるかなと思うので、まあ引き続き、いや違うね、はい、ちょっとこれからも頑張っていきたいと思います。すんげえ顔が疲れてますねこれ。ああ、はい、ちょっとですね、久しぶりの動画すぎて最後何話そうかめっちゃ迷ってたんですけど、マジで特にない。はい、ちょっと頑張って今年毎週全部出すように頑張りますので、よろしくお願いします。ということで、また来週。